はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日ですね、先日長野の方で楽しみまして、引き続きね、新潟の方に飛びまして、佐野さんやマックスさんとご一緒に、ただいま後ろに見えておりますこちら手打ちラーメン醤油さんにお邪魔しておりますね。どうもよろしくお願いします。はい、お願いします。ただいまね、この昇龍さんで佐野っちさんとコラボをした新メニューが、発売されているということで、今回はね、僕もマックスさんもそちらの新コラボメニューを超デカ盛りでいただく予定となっております。マックスさんどれぐらい？僕はね、総重量8キロで。マックスさん総重量8キロ、僕はどれぐらいになってるんですか？5、6キロって聞いてます。2人ともね、かなりのデカ盛りになりまして、僕はまあ純粋にいただくんですが、マックスさんなんかはね、チャレンジメニューとして、挑戦する予定でございますので、ぜひね、皆さん僕の動画だけではなく、マックスさんや佐野さんの動画の方もご視聴ください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。じゃあ行こう。じゃあ行こう。勝負で、勝負。はい、ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。先にマックスさんは到着しておりまして、とんでもないサイズでございますね。一応ね、今回お願いしている量はスープ込みにはなるんですけれども、ご用意ねいただいた器が想定よりも大きいものだったらしいので、おそらくね量は増えてると思います。僕はね特にチャレンジではないので、スープを勧誘する予定はないのですが、多分ね具材なんかも相当増えるかもしれないので、今回ねもしかしたらチャレンジっぽいぐらいのね、結構大変なご対面というか、戦いになるかと思います。ただ今回いただくメニューに関してはもう本当に人気メニューらしくて、通常メニューよりも売り切れが早いぐらいの人気のね限定商品となるらしいので、僕もね楽しみに到着するまで待ちたいと思います。いや、もう小人じゃん。小人だよ、小人。ということで、ただいまねメニューの方が到着いたしました。とんでもないサイズでございます。ちょっとね、量やばそうなんで、急いでね、伸びる前に早速食べていただきたいと思います。いただきます。やば。ちょっとひとまずスープからかな、これ。うわ、すげえ、いただきます。あ、うま、これうま。基本ベースは味噌なんですよ。でほんのり辛みが効いてて、かなりピリ辛味噌みたいな感じ。めちゃくちゃね食欲が湧きますね。これデカ盛りじゃなければご飯行きたかった。でちょっとね、これまたこのチャーシューね、見えるかな、このね丸茶、いただきますね。柔らかいのはもちろんなんですけど、旨味もねちゃんと逃げすぎずで、これねいい感じのチャーシューですね。うまっ。じゃこれ麺いかないとね伸びちゃうんで。よっ。うわ、独特、太めなんだけどね縮れてる感じですね。ちょっといただきます。うわ、うまっ、うまっ。いや、この麺うまっ。うん、うまい。結構ね、食感は多加水の水がね、多めに製麺されているもちもち系の麺なんですけど、でもね、なんだろうな、風味は昔ながらの中華そばの麺みたいな感じ。淡水の香りもほのかにするし、このね、辛味噌のこのベースの風味にぴったり合う。うん、うまっ。タンメンとかでも美味しそうだな。うん、うまっ。うん、ライス欲しくなりますね。結構濃いめのしっかりとした辛味噌って感じで、うまい。この炒め野菜がいいですね、香りが。ね、このね炒め野菜なんですけど、大将がね中華鍋でぐわっと炒めておりまして、この中華っぽいいい香り、それがねまたね食欲をそそります。
麺ぎっしり詰まってる。これ汁込みで軽くね8はあると思う、余裕で。でもこれねラードとか油系がぎっしりなんで全く冷めないわ。うん、汗がねもう止まんなくなってきた。みんなこれ角煮めちゃめちゃうまい。噛んだ瞬間ねこのホロホロっと溶けていくタイプですね。うん、ちなみに角煮とかチャーシューなんかはテイクアウトなんかもしてますので、ぜひね皆様もこの味に惚れたらお家でね楽しんでください。いや近かったな、今日帰って帰りたかったな、家で食いたい。今ちょっとね横でマックスさんがっつりとチャレンジモードに入っておりますが、いやなんだかんだ僕もこれチャレンジモードじゃないと完食できない気がする。めっちゃ多いよ。そしたらそろそろねちょっとずつ味変を楽しんでいこうと思います。やっぱりねこういう辛味噌系、懐かしの中華そばっぽいようなしっかりとした辛味噌系には黒いペッパーよりもホワイトペッパーですね。これ絶対うまいと思う。するいただきます。うん、うまっ、懐かしの辛味噌ラーメンみたいな、あなんかほっとしますね。でも全体で5、6キロだったら、まあってもね具材 3.5 キロぐらいかなと思ったんですけど、そんなことないわ、結構ねすすってますけど全然減らない。そういえばこちらのお店なんですけど、ちょっとね壁を見るとめちゃくちゃサインがあるんですよ。なんかねかなり有名なお店みたいで、食べログとかでも 3.52 とかかなりね高得点のお店なんですよ。今もね撮影しながらもうお客さんが結構ひっきりなしに来てて、まあ確かにねこんだけねラーメンがうまいのは納得っすね。小千谷新潟の方に来たら食べた方が絶対いいと思う。ちょっと最初のオープニング訂正させてください。これはチャレンジメニューですね。デカ盛りじゃない。やばいなこれ、結構すすったけどまだすごいよこれ。正直言っていいですか、喋る余裕がなくなってきたっす。まだ本気なんてないもん、多分前にないチャレンジだなこれ、巻こう、ダメだ。遊んでらんねえわこれ。ちょっとねここからねモードチェンジで行かせていただきます。ガチで行くわ。よし、決勝戦じゃんこれ。でもはい、本当に。替え玉はダメですね。
替え玉はやばいですもうなんだかんだ6はいるな。大会ですよ、大会。これね、マジでね、皆様はちょっと触りにくいんですけど、こういうね、熱いラーメンをガチで量食べてると体内からね、こう体温が上がってきちゃって熱中症になるんですよね。それの初期症状としてやっぱ僕らはね、手がしびれたり顔がしびれたりするんで、これはね、やばいわどんぶりもらっていいですか。もうほぼ麺ないん でこの穴あきレンゲ使って具材だけね全部取っちゃいたいと思います。いい麺あったわあー今日やべえ新潟こんなつもりじゃなかったんだけど頑張ろうマックさん、これだけ聞いてほしい。今日なんでか分かんないですけど、昨日よりも大食いできるポテンシャルになってて、そう、昨日よりも体めっちゃ柔らかいです。グッドコンディションだからギアが入っちゃった今日はあれは絶対今日完食しないと、意地でも。横に鈴木先輩いるしな思って、多分この衣装に緊張してから一番こいつがパツパツになってます。久々に背中痛いもんな。いつも痛いの。痛い痛い痛い。確かにマックさんはいつも痛いですね。うわー、きつっ。